受けようという金子ですが、右の田中ワンタッチで興梠へ、中に入ったルーカス・フェルナンデス、しかしバグイン。少し名古屋の方は考えながらのプレッシングは必要だと思います、はい、おっと裏抜けてきたシャビエルだ、シャビエル上がってきて田中俊太からいい形で斜めのボールが出る、田中俊太、駒井が走り出す、駒井金子拓郎から田中俊太、金子のクロスが入る、ルーカス・フェルナンデス間で受けた、田中俊太スルーして金子、田中俊太、中興梠も待つが金子下げて小柏から田中俊太、小柏はシュート、田中俊太選手の、トラップといいますかね、プレーの選択素晴らしかったですね、新野残して、いやお前ターンした田中がしっかり使って、ゴール詰まるプレーを、増やしてほしいですね、はい、ルーカス、小柏すごい1本取って、小柏キューゴーヒー、この試合が始まる前までクロス数がリーグ2位、攻撃に一つの特徴があるキープです、うまいっすね今のコントロール、はい、田中俊太です、前節はアウェイでガンバに対してリーグ戦初勝利、タイボール、ジャゴサンタの頭、ゴールの左、完璧なボールでしたが、悔しさをのあまり腕を振ったところ、田中俊太を捉えてしまったジャゴサンタのでした、の前にスペースがありますが、田中俊太戻ります、ジャラソー戦でした、モーベルが左足ドリブルして田中俊太、カルビニオスには今日は左サイド、しかしボールを奪った田中俊太、今日は J1100 試合目、カナダが呼ぶ、このパトリッキー、マイクも回ってきた、田中俊太に当たるフォローがある山中、ジャゴサンタの前を向く、アドバンテージを見ています、ぐらいのボール、なんとか足を出した田中俊太、さあこちらは代わって入った東京の今野から、さて松木が前に出ていく、田中俊太呼ばれて試合ミーターアウタか、ここは残せるか、田中俊太です、猫第一切り返してかわしたペナルティエリアの中、後ろ先でピーターアウタかの前、最後は田中俊太が来る、ペナルティエリアの中に入って切り返して右足アウトサイドで狙いました、のドイ、そしてエベラウトとのコンビネーション、チャンスを迎えるか、右が泉選手ですね、失礼しました、はい、サンダーのボール当たる、内田のシュート、リフレクト、コーナーキックです、田中俊太に当たって、1サイドに流れている大阪から低いボールが入った、裏に抜けてきた、山口穂高の前、最後田中俊太が落ちた、水沼ワンタッチ、ウベリー、よく触りましたね今、最後田中でしょうか、田中です、田中俊太、中途半端なプレーはしないこと、必ずやりきろうとデモをしましたが、この札幌チャンス、小笠原が1年、それでも繋いだ、ナイスタッチから、そしてナイスパス、小笠原に繋いだ、そしてその思いを繋いでいく、田中俊太が前へ、ああこれは機能品通る、中村光也は左側、足元で要求するのは小笠原だ、左足、次のボール行きたいんですけど、ここのボールは行きたいですけどね、はい、コロキワンタッチで金子が抜けてきた、折り返す、ガブリエル・シャビエル、求めなきゃいけないですね、右サイド田中俊太が運んで七をかわしていく、クロスが入る、キム・ゴンヒを越えてルーカス・フェルナンデス、胸でトラップしてヘディング、ペナルティーエリアに迫っている3人の札幌の選手、ガビエルが来ますが、小柏だ、左足キーパー、松田天馬が今ポジション右に、さあ金子拓郎のところに出た、折り返してクロスを上げる、中島の叩く、最下の前、田中から内田は新たにつながる、落とすマスクが選手がいません、中にカットイン、この連動性から田中俊太、折り返しミランスジッチ、近くでプレーできるかですね、はい、孤立させずに、はい、さあ中央の攻撃に入ったのは札幌です、田中俊太、田中俊太スルーパス、コロキ、カミネが非常に厳しくいって奪いました、田中角度をつけます、小前のフリック、同サイドに行きたいですよね、はい、運んだ田中、これも角度をつけて今度は右から左、山岸へ、あーナイスボールですね、はい、ここでまたサイドチェンジ、ね、菅の向こう、最後菅がいた、菅のワンタッチ、勝てる覚悟ですよね、そうですね、素晴らしいボールが田中俊太へ、金子のシュートはブロック、
さん、このボールはそらして、これがゴールに吸い込まれました。同点に追いつきました、札幌。田中選手ですね。最後決めたのは田中ですかね。コーナーキック、田中さん、明日やつもりが。ヘディング来ました。セットプレーから追加点、田中です。福森が鋭いボールを入れました。